おはようございます。これから早朝ラウンドです。朝だから濡れてますね、舌が。やってまいりました。352ヤードのミドルです。お願いします。早朝にハーフを回ります。眠いですなんか体がまだ寝てるんですけど、気持ちは起きてる横でドローンくんが一緒に、うわー、これなくて、はあ、これこれです、これマジはい、朝じゃないっす。わお、ラフに埋まってますよ、私の家で。超えたかな。なんで右行っちゃうんですかね。
北海道はターフが取れるって、すごいターフが取れるんです。ウッドで打ってもなんかターフが取れて、なんか気持ちいいですね、打った感じが。フェアウェイ気持ちいいですよね。気持ちいいですね、うん、なかなかない、こんなにふかふかな。確かに、うん、あ、北海道でもなかなかない、なかなかないんですか。なかなかないです、こんなふかふかな。ないんだ、うん。なんか飛ばないですね、なんか、うん、なんか飛ばない。もうそこのバンカーまで222って嘘ですよね。絶対嘘だと思う。絶対そんなにないそんなに飛ばなくなったわけじゃないじゃん。よいしょですね。止まって。何なんですか？もういいショットなのに。超でかいですよねあれ。いつも165ヤードしか飛ばないんですよ。けどちょっと北海道はなんか結構オーバーしてるから。朝から買ってくれる時なんてないと思うんだけど、あ、多分特別ですよね。そうなんだ、はい、だいたいこのべっちゃべちゃの中で。そうですよね。安いからいいだろうみたいな感じで。安い。絶対怖いです。あそこに打ちたくなる気持ちすごいわかります。
ましたよね。キックが左に行っちゃったんです。なんで？なんでだろう。右から攻めるのがベタ。どこですか、ベタ。あのところです。今難しい気がするな。逆にね、確かに難しそう。左引っ掛けたら終わりですか。もうむず、なんか距離も107。あそこなんか70何歩しかないの。入れちゃおうかな。本当に入っちゃうかと思って。ありがとうございます。どうだ。左か。右からベターだっつってるんだ。あ、で降りてくるんじゃない。あ、そうそうそう。一応。怖い。絶対池に落ちる。怖いよ。あ、行った行った。ナイスオンですよ。おお、ナイスオン。あ、やったー。ナイスです。よかった。本当に池に囲まれてますね。でもあれ落ちてるとこ弱くないですか。ね、すっごい近かったね。だってそこでしょ、落ちちゃう。これですね。あ、すごい。ナイスバーディ。ナイスバーディ。やったね。ちょっと島のバーディー嬉しいです、ね。嬉しい。取ったことないから分かんないですけど。あんな近くにね。最後でーす。また池が右側にグリーンまでずーっと。超えるんですもんね、このバンカーは余裕で。でも今日ちょっとついてないからキックが悪いんで、あのゼブラのちょっと右を狙っていきます。もう池いらないですよね、こんなに。もう全部に池あってもう嫌ですよね。でかいし、そうなんです。ずっとグリーンまで続いてるじゃないですか。ちょっと嫌です。なかなか珍しいよね。うん、でもグリーンとかすごい難しくないですか、ね。グリーンは難しい。結構過去最高難しいかも。でもそれぐらいなんかアンジュレーションもあるんで、うん、終わったら朝ごはんにお腹空いちゃいましたよ。やばい。え？超えました。超えたよね。超えましたよね、うん、え、バンカーですよね。バンカーだよね。ナイスオンです。やってます。いや全然。あれ。
スリーオーバーになっちゃいましたよ。ナイスインです。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。早朝ラウンドの始まり年一かで2年一、でもこんなにいい状態だったら早朝やってもいいけど、はい、めちゃめちゃだから、いいですね、気温とか。そうそうそう、うん、これは最高。こんなにちゃんとグリーンキープしてくれることないっすもん。あ、そうですよね、うん、無事全て終了しました。ラウンド終わった後にスナックゴルフをしたんですけど、なんかゴルフと似てて、なんか違う遊びみたいなのもできてすごい楽しかったです。で、北海道でラウンドするのも初めてで、なんていうの、なんかフェアウェイとかも全然違くて楽しくラウンドができました。ゴルフ場で花火が上がったりバーベキューしたりするのも初めてだったので、いろいろすごく楽しかったです。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントお願いします。バイバーイ。